始まりました、コーデユズキのサンキューチャレンジ。この番組は私コーデユズキとゲストの方をお迎えしてパチンコ実践、そしてミッションをクリアするとポイントがもらえます。そのポイントが3ポイント貯まるとオリジナルグッズ作成、そして視聴者の皆さんへプレゼントできますという企画となっております。今貯金はございません。0ポイントからのスタートでございます。本日は貴重な小田原扇頂天様からお届けしたいと思います。そして気になるゲストの方、こちらの方です。お願いします。おはようございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。たむたむしゆかりです。お願いします。おかえり。ただいま、うん、ママになって帰ってきましたから。そうなんですよ。久しぶりにね。本当に久しぶりの髪切って、うん、いや切って、ね、切ってね、33歳は切りたいのかな。そうそう、切りたい。さっぱりいきたいよもう。いろいろね、なんか聞きたいことが、あ、そう、この番組本当良かった。この番組で、あの、本当喋るだけだから楽しんだもん勝ちなんで。お、そう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 、パチンコは楽しむものですよっていうのを推奨していく番組だと思っている勝手に。 ありがとうございます。助かります。はい、なんでいっぱいおしゃべりしたいんですけども、乗りますか乗りませんか。乗ります。ありがとうございます。早い早い。いやいや、なんか私結構あの他の収録とかでゆずきと一緒になるときに、あ、ね、まあもうすぐ満杯出す。いやいや、すぐは言い過ぎよ。ちょっとやん。すぐ満杯出すし、もうなんかのこうトーナメントでもすぐ1位になるから。いや、もうおみやがかかると、ご褒美かかると強いから、コーナーは。そうだそうだ、そうそうだ。そうなんですよ。まあでもね、グッズというね、うん、ご褒美が。そうですね。その視聴者の皆さんへのね、ご褒美のために頑張るんですけども、うん、ミッションがあります。はい。たまちゃん会は、はい。あ、じゃあじゃあじゃあ、33,333 玉、うん、はい、出すだけです。だけ。うん。あの、でもリザルトの合計なんで、あの、定まじゃないんです。そうで玉。そう。だからまあ、いくら入れてもいいよと。うん、結果的に3万発出れば、いける。あ、じゃあいけ、うん、いけ、うん、あ、でもね、ゆずきがいるならいけるって私は思ってる。いや、ほんと？なんか我々だいぶパワータイプじゃん。そうだね、そうなのよ。まあ、パワータイプなの。だからもう入れて出すみたいな。うん、そうそうそう。だからね、いけるかも。そうそうそう。バランスタイプじゃないのよ、パワータイプでいくんで、うん。はい。そう、だから今日は並び打ちなんでね、一日楽しみたいと思います。どうぞ最後までご視聴お願いします。行ってきまーす。では、はい、行きましょうか。行かせていただきます。まだまだ寝台のガンツでございます。ガンツさん、スタントーン、スタントーン、サンキュー、サンキュー、サンキューチャレンジ。じゃあ簡単にスペックを説明しますと、はい、大当たり確率が 319.9 分の1、おラッシュ突入率は 50% でございます。はい、まあ、ラッシュに突入すれば期待出玉が1万発あるよっていうのがこのガンツの売りで、はい、50% 取れればいいですね、ねえ、大当たりラッシュしたいな。ね、ゆずきは打った？打ちました。お、1回だけでも、うんうんうん、その時はラッシュ入って、うん、3000発かな、うんうん、で終わってしまったので、うん、リベンジをしたいなと思っておりました。リベンジしたい。1位はめっちゃ好きだった。多分ね、投資さ、うん、つけてたやつの時はガンツの1位はね、130万投資、投資130万だったくらい打ってたかな。すごい。総回転数まではつけてないんだけど、そうでね、そんなに負けてなかった、言うほど。ただね、1が好きで、うん、2極みとはそんなに打ってこなくて、3は果たしてどうかなっていう。確かに極みがなかなか尖ってたから。うん、極みね。そう、まあ尖ってなんぼだよね、ガンツは。本当だよ。うん、それが尖ってるのがいい。引きが、その日の引きが寄るか寄らないか。そうそうそう、そのガンツに寄り添えるか。いや、そうそうなのよ。でもゆずきと初めて会ったのは埼玉だったかな。そうだね、なんか懐かしい。5年ぐらい前、5年前だった、ね、見たら写真、5年だと思って。で、同い年じゃん。20代じゃん。そうだよ。やだわ、もうやだ、もう33歳。やだ、どうしよう。あ、赤、赤のいいよギミック。しかも2個落ち乗らせていただいてるんで、なんかあのここが発しちゃってもちょっとね、ゆずきがどっかで爆発してくれるって信じてるから。あ、なんか止まった。ストックしたよ。お尻、お尻ストック。あ、おけつが、あ、おけつがなんかちょっと
何もしてくれなかった大したことを。ダメない。まずはダメだけど、この調子この調子いいよいいよ、何も起こらないよりは全然そうだよ。おいや、まだまだ心は開けない。ダメよ、 これぐらいの優しさでダメよ、ゆらいだ。ダメよダメよ、ゆらいじゃダメか。だまされちゃダメか。だまされちゃダメか。あ、だ戦術か。あ、じゃダメ、まだダメ、まだダメ、赤じゃないとダメ、まだダメ。戦者観音後半いかんよね、うん、まだダメよ。ストップ、あ、レディーゴーは今のでレディーゴーゾーン行ったら保留変わるんだけど、いろいろ変わるんだよね。なんだ変な黒い液かけられたことか。いや、ほんと、はいはいはい、かけられました子育て大変。あ、なんかでも私結構楽な方だと思う。環境が、まあ、良くて旦那さんテレワークだから、で実家が近くにあってっていう、すごいいい環境にいてもすごい大変だなって思う時があるから、もう世の全てのワンオペ主婦にもそうだし、フルタイム仕事復帰してて子育てしてるお母さんとか、すごい、お父さんとかもう本当にすごいなって思う。そう、私なんかやっぱ周りが産むじゃん、年齢的に周りがみんな子育てしててさ、すごすぎてお母さんがねえ、そう、なんか私も、ね、絶対できないと思っちゃって。夜泣きとかあった？夜泣きはねあんまりないの。あ、そうなの。座りもなくて、なんか妊娠初期に家系ラーメン食べてたし、え、強っ、なんなら臨月にも家系ラーメン食べてたし、強っ、そうすごいね、すっごい何の問題もなく、妊娠生活を終えたんだけど、生まれた後が大変で、もうあのね、なんか母乳が人の4倍出ちゃう病気みたいな。あ、なんかインスタで見た。そうそう、もう母乳過多症って言って、でもなんかそれが結構もうなんか倍とかじゃないの、倍の人の倍くらい出るみたいな事情と、だからもうしょっちゅう熱出しちゃって、なんか母乳って溜まるとなんかそれがちょっと古くなって炎症しちゃうの。だからいきなり出さなきゃいけないんだよね、定期的にね。だからいきなり39度カーンって熱が。え、なんか固まっちゃったりしてたんですか？そう、固くなるし、なんか何もしてないのに、お風呂入ってる時とか前に直線に母乳が出るわけ。え、なんか多い人って使えるこれ、使える大丈夫、使っていい、ポタポタ出るとかなんだけど、あ、そうだよね、なんかちょっと私もさ、奥手さんみたいな子がねと喋った時にお風呂でね、ポタポタ出るのって言ったんだけど、え、私そんなんじゃないよみたいな、前にもうあの地面ともう90度平行に出るよもうそのレベルだったから、やっぱその子供が飲みきれないから、毎回飲みきれないからもう毎回詰まるわけ、父が。そうだよね、お子もびっくりだよね、どうしようって言うわけでしょ、顔にバーって毎回むせるし、かわいそうじゃん。すごいな。まだでも搾乳機は手放せないよね。そうだよね。2枚目に行きます。あ、どうぞどうぞ、お使いなさって。2枚目に行かれます。あら、あ、緑来た、ついに一応色保留チャンスモードです。レディゴーゾーン、いいね、ケイケイ上がるよ。ダビド、ダビドはいいよ、トータル7割ある。だ、え、7割ある。あららららら、そんなにあった、紫になったよ。それで新しく追加された敵キャラだから、ダビドさん、そう、赤になればいいのに。お、ちょうちょ、うん、よいよ。なんかさ、ガンツフラッシュとかブラッて来ないかな。あ、ね、でも安心安全の7割くらいは。あ、いた、この男入ったらもう9割あるよ。もう当てる、当てる、もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫でしょ。嬉しい。最終50でも8割、80%、最高最高。
100いっちゃえよ。いや、え、80.9% って書いてある。復活だ。復活じゃん。なんだなんだ。だって、いろほりゅうチャンスモードだし。そうだよ。80.9% だよ。外さない外さない。あ、大丈夫。大丈夫だ。ダメ。おっとどっちかは当たってたかな。また喋ってるだけになっちゃうね。全然いい。移動のタイミングマジでむずいね。むずいよね。もうさ、行くならもう今じゃん、なんか多分、うん、全然いいよね。3使っちゃったらさ、そうそう、取り返すのも、そうそうそう。でも行くとしたら、あ、でもレール感絶妙に、まあ空いてはいるんだよね、並びで、うん、多分同じ 50% とか、奈良、ヤマトでもいいのかな、うん、ね、とか悩んでるうちに当たってくれたら嬉しいんだけど。いや、ほんとそう、やめるよっていう雰囲気を出しつつ、あるある、ちょっと待って、ちょっと待ってさ、そうやめようかな、どうしようかな、やめちゃおうかな、やめようかな、やめようかな、ほら、引き止めないと、引き止めないと言っちゃうよ、ゆずき。どうしようかな、悩んでるよ、ゆずき。引き止めないと、そこ。あら。なんだ。いやいや、そんな、それぐらいじゃ、ね、まだやめようかなと思ってるよ、私は。おぉ、止められた。さすがです。見ようか、見ようか、さすがですよ。何かの間違いで、ボタン変われないね。あ、ちょっと期待しちゃった。いや、本当に当たってたら持ってたんだけどな。タレントとして最高だったんだけど。見ますか、なんかも、さよなら、さよなら。ここに戻るかと言われたら戻らないかもしれないので、さよなら。一旦ちょっとね、ね、旅に出ようか、旅に出たいと思われます。はい、移動してまいりました。移動しちゃいました。宇宙戦艦ヤマト、はい、2202、うん、オンリーワンです。はい、199になりましたからね。はい、199分の1ですね。 199.8 分の1、突入率が 60% 継続率も高いです。はい、こりゃいける、こりゃいけるぞ。まあ、多分だけど、うん、まあ、ガンツのところは母乳の話、まあ、そうな、母乳の話と、うん、母乳の話、ステッチの話と、そうだね、くらいかな、うん、らいね、みたいな、うん、そうね、ってなるとこっからだね。そうだね。本編はここからですか。本編ここから。ここで今、あの下のあれが多分10分ないぐらいかなみたいなところ。でここで今もし18分とかあったら、うん、やばい。やばいよね、うん、っていう番組になってたら、この後当たってないってことだよね。そう、当たってない。理想ね、理想論で言うと今8分ぐらい。8分くらい、ここまで8分、今見てる人は今8分くらいだったら、この後いろいろ展開があるよっていうことだね。こっから30分くらいあるよみたいな、うん、でもさ、もうサムネでさ、なんかなんとなくさ、あー、わかるよね。前日すげー当たってんだよね、70回ある。ほんとだ、70連してんのよ、やば。前日出てる台の方が好き。そう、出てる台のが好き、うん、流れ組むんじゃないかなって思って。私ハマり台大好き。あー、逆にね、1500とか1600とかハマってる台大好き。怖えパチンコのデータの見方って人それぞれだよね。ね、もうなんかスロットとはさ全然関係ないじゃん、うん、なんかやっぱり。なんかさ、でもさ、オカルト的にそういう傾向の台が好きならさ、わかるけどさ、なんか昔付き合ってたさ、男の人がパチンコすごい打つ人で、うん、結構本気でその台やめなっていうのを台のなんか波で言ってくるタイプで、なんかその回っても当たらないみたいな感じのタイプだったから、すごい無理だったそれは。
この番組、そのなんだろう、ダメ男、うん、過去の男の話をすると当たるみたいな。あ、いいじゃない過去の男な、あんまりね、ダメ男は付き合ってないか。お、うん、新しいパターン。本当？ヤマンも、うん、タマちゃんも、うんうん、私もダメ男製造機なの。タマちゃんとかダメ男製造機っぽいな、なんかそうな、あ、でもそう思うと、なんか別に恋愛が結構、うん、人生においてそんなに重要じゃなかったから。あ、いいね、うん、あ、でも付き合ってない人の方が、うん、なんかクズは多いと。なんか、なんていうの、付き合えないクズみたいな、彼に、彼女にしてもらえない悪い男みたいなのはいたけどあ、赤、あ、レスラーさんじゃん。お、赤ライン、と、先ほど散策モードしてます。急に続け続け、緑よ、7割よ、7割以上当たっちゃう、あるよ、でん、うん、左がいい。あ、次に期待。ちょっとなんかいろいろ足りないもんね。なんか、そうね、そう、そう。あ、これ量変わりました。わーとかちょっと声でかい。頼め、頼むよ。7割はあります。超えて、超えて、よし、超えた。さっきの私よりは全然いい。ちょっとね、うん、あ、金、あ、いいじゃない、赤、赤デュー、金まで行ってくれれば8割、赤で 75% いけるよ。 80% 外したけど、さっき私いや、いける。いや、ここは発展します。はいはいはい、背景緑、赤まで行ってほしいなって。あと3つ、ヤマト魂もおまけでもらえたりしませんか。超えて、あ、いっちゃった。いやいや、弱いだよ、これ弱いぞ、あ、弱いぞ。赤保留ですよ。いいんですね、あなたはそれでいいんですね。赤保留を出して、ね、外すという選択でいいんですね。いいですか、大和さん。あ、いいらしいです。そういうことですか。いいらしいです。知りませんからね。そういうことですかボコボコにしちゃうぞ。知りません、ね、いいんですね。やめちゃうぞ。あー、ダメだね。なんか長続きしないのは何がきっかけで別れるの。あのね、私長続きなんかね、同じ人、ただ1年以上の壁っていうのもあって同じ季節を同じ人と過ごす意味がわからなかったの若い頃。なんかクリスマスとか本当に恋愛に対して、うん、結構あんまり思い入れてか依存がなかったから、全然いなくても平気だったし、彼氏が。すごいな、うん、だからなんか長くなった時とかは、うん、2年半の彼、お、いきなり、あ、やっぱ元カレの話、ね、あ、そうそうですね、男の話っていう、そう、2年半の時はね、なんかクリスマスはもうちょっとお腹いっぱいになってたの、2回過ごして、ちょっと金をね、下ろせるなら下ろしてきたい。あ、貸そうか。そう、なんかもしそれができなかったら。あ、うん、いらっしゃいませすいません、ゆずきさん、はい、借りても。あ、いいよいいよ、全然。なんかゆうちょ銀行しかね。あ、全然大丈夫よ。やってなかった。つけとくね、はい、ありがとう、借ります。よ、4枚目、大岳の10,000円。はい、大岳の。でもさ、ゆずきみたいにすごいさ、低姿勢でさ、うん、こう下から行ってるとさ、こう人が見えやすいよね、そういう方が人間っていうかさ、あ、こう行ったらこう来るんだとかって本当、人見知りだけは治らないんだよな。そう、あ、あ、え、え、待って、え、
ほど。いやでも4点敗。あ、4点敗。当たった、当たったぜ。はい。何が勝っても、どうしよう。もう当たってるから。さすがにでも、ハニカム柄は。うん、ハニカム柄は大丈夫でしょう。なんかレインボーだと平気って思っちゃう。レインボーの時点で8割くらいいけると思っちゃうねえ。レバブルもありましたし、31.5 本、142回、はい、当たりました。セグは見ないようにしよう。あー、どっか見ないように、楽しみたいから。そう、取れてれば 90% ループ。お願いします、お願いします、お願いします。緑、あー、一応赤羽では行ってくれた。頼む。いや、赤だったら多分大丈夫だと思うけど。赤は外したことない。まだわかんない。ここで復活するね。復活があるはず。キュイン。あ、ないですね。うわお。マジか。おお。赤だったのね。いやー、それは赤まで行ってるし。なんで、ね、ここで赤外すんだ。いやー。やってるわ。とりあえず。33分の200、うん、だね、とりあえず。そう、ね、上出来です、うん、上出来この時間にしてはね。そう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 。でもね、まだ199も引けてないから、私急に赤かった。 お変化きた、きた。7割5へ。やっぱ全然よ、打っちゃおう。ユーフォーさんの、ワープした。あ、沖田さんだね。で、ワープしたのね。溜まってくれるか、赤まで。あ、行った。あ、行ってる。ロングだといい。あ、あ、あ、来た。あるあるある。急に。よこれ。あ、久々に同窓会とまではいかないんだけど、うん、昔の人たちで集まってって時に、うん、宗教を誘われたことある。宗教で当たりそう。ああ、宗教当たり。さあ、緑保留来ました。当たります、当たります。それはさすがに当たります。なんならレバー2個いっちゃいます。あら、白です。そうですか。はい。あら、あら、あれ、あれ、ちょっと待って、ちょっと急に怖くなっちゃったね。ちょっと待って、急に怖くなっちゃった。あれ、緑。あら、あ、あれ、これは怖すぎる。あ、危ねー、危ねー、怖いよ、マジで。ちょっと、なんか、慰める、ちょっと準備しちゃってたもんね。え、怖っ。いやー、本当やめろ、マジ。ああ、もう本当やめてあげて。心配かけないでよ。本当だよ。変な気使ったな。ああ、もうサンキュー言わせるわ。言わせてお願いします。33333。サンキューチャレンジでこっち選ばなかったのが良くないわ。そうだね、サンキュー。これは、これはそう。いや、これ何が嫌だって、この反射がね、恥ずかしい。まあ、自分がね、反射が、反射が恥ずかしい。油断してるとね。そう、かわいい、かわいい。かわいいよ。アホ面がついてる。いけるよ。頼む。あ、嘘でしょ。取ってない、取ってない、取ってない。復活してない、し
してない。とかないもんね。うん、せぐびちゃった、ね、せぐびちゃった。マジか、これはひっくり返らない。怖いぞ、40%だ。怖い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 。 40%2 回だ。待って、怖い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 な。今日そういう日かな。3回目怖くなってきちゃうか。怖いぜ。いや、ここでひっくり返すのがオカブだと思ってる。まあ、そもそもその投票にまだ立ってないんだけどね。今400か。33,333/400。400だ。400、うん、近づいている。確実に近づいている。牛歩すぎ。大丈夫そう。なんかさ、でもさ、めっちゃ勝つ日ってさ、うん、何しても 60% 引くよね。いやそう。え、なんか30分の1くらいで初当たり引くんだよね。ね、本当に何なんだろうね。1時だろう、当たってないだろう。4万円使っあ、あ、すいません、あ、すいません、すいません、すいません、全然全然ありがとうございます。いいね、綺麗な1万円を私も出しとこよ。いしょ。まあでも分かんないよね、199だからもう今いつ当たっても確かに不思議ではない。そうなの。あ、今何枚目だっけ。5枚目5枚目。あ、じゃあ2人で10万使ってます、ね、そうなんです、5枚目なんです。5枚目まあまあやってる。全然全然全然500もあるのか。そうなんです。500になっちゃいます。500プラス300かな。おりゅうあ、おりになった。おりゅうおりゅうおりゅう激安手紙ちょう。あ、いいよ。変化いいよ、みどり。あ、いいよいいよ。いただき頼むよ。出番欲しいね。欲しいです。あ、いたじゃん。キュー、長い、一番も長い。これはもらった。やっとお待たせしました。よかった、ありがとうございます。おかぶの時間でございます。初めての当たり、本日残り20分それです。あ、2個目2個目2個はもう大丈夫。もう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 、なんだろう、金曜幕とか出るのかな。えー、よっ、あ、どうぞ。おぉ、ちょね、あ、いいやつ来たね。通りに一番強いやつじゃない。うん、そうだわ。もうもうこれ、うん、待って、大丈夫でしょ、2分だよ。え、ほんとちょっと今日さ、当たるリアクションのバリエーションをさ、一回引き出しを閉めちゃってたからさ。開けて、探して今ちょっと探すね。ほんと探してどんなリアクションだったっけって思って。トータル 72.8%。 うー、タイトル赤で 85%。 あー、でも赤じゃなかったんだ。いけるよ。なんかレバー2個やばー。ナイスー、やったね。ありがとうございます。滑り込んだ。よし、おはようございます。コーダーです。おはようございます。ハブ楽しいガリです。よろしくお願いします。混乱して混乱したい。ちょうどセグが見えないので私もドキドキです。これ頼む、お願い。逆に合おう。あ、逆に合おう。逆に合おう、うんうん、逆に ね、うん、逆に合おう。願い、 60% だよ。逆に合おう。頑張ろよ。スーパーだよ。頑張るよ。大丈夫、頑張ろう。あ、全然大丈夫、大丈夫。あ、いいね、継続。お、サウンドから。一発で決まるのが面白いです。うー。大丈夫ですか？はい。もう怖い、怖いけど楽しい。行きましょう。とっと、48はね、本当に危ない。危ない。大丈夫ですか？あよ
戻ってこないと。そう、さっきのところに 22% 引いても、もうまだ 91% 継続だから、もう一回、もう一段階ある。終わらないよ、続けることが大事大事大事。あら、あら、いや、まだ大丈夫。こっからこっからまだ 91% 継続の方に行けるから、まだまたそこで5%を引けばいいの。5%引けばいいのね。あ、やめて、おっと、速攻だぞ。ちゃんとされば、おー、押しだ、おー、大丈夫だった。うい、楽しい。まあ、欲を言うなら朝から出してはいや、ほんとそれだ。おー、押しだ、すごい握り拳出た今波動砲が出れば10なんだけどな。それをいいね、一番。うわ、早いよ、ね、早いな。でも私もそんな感じだよ。もったい、あ、大丈夫だった。あ、セーフ、よかった。早いんだよ、まだも 78% な。そこはうん、さらのガチャッと、なんかちょうどいいわね。あ、堀早川さん、お、あ、あ、お願いします。お願いします。それが行き受けどんどんよ。お願いします。レバブルしてください。どうしよう、でもね、私あのタレント力なんで、これ40%引くと思うんだよ。そっちの、そっちの40%引くと思うんだよ。起きたかったいいね。86%。40%引いた方が美味しいんじゃねえかと思ってる。ちょっと頭おかしい人いるここに。で、あの終わった瞬間私も終わるやつで。あ、マジ？正直やったー、ありがとう。これあるんじゃない。あるね、これ。そうそうそう。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと本当に、あの、本当ごめんなさい。あ、でも大丈夫、タレント力だよ、それも大丈夫。なんとお詫びを申し上げたら良いのか。帰ろうかな。あー、行ってしまったか。行かなければよかったのに。助けてですわ。よし、やべー。ちょっと本当に心臓に悪いて、足臓に悪いて、もうやめよう。テスラモードやめよう。あ、変わった。もうやめよう。次モード変えよう。うんうん、なんかこれ怖いね。うん、怖い怖い。怖い、よし。ここの感謝がレインボーだったら、あ、待って、入ったよ、入った、すごい。私ちょっと今ちょうど抜けたんですけど2発目で引きました。いやすごい。ちょっとこれさ、まくりまで、いや、あるあるある、まくりまで出るの。101本からのね。あ、まだ行ってた。ナイス。まだやる、一緒にちょっと並べる、新山のもう瞳孔かけられちゃったよ、私こんなだってリタがこれがパワータイプだった。そうそうそう。あ、6連、7連。全然いい。うん、70だったもん。本当よ。あー、いる。キャラクターがいればセーフ。あ、そうなんだ。そうだ。あ、しょうがない。そうだ。どっち？えい、あー、おー、ね、あー、いや、まだ大丈夫。まだわかんない。まだ最後の最後までわかんない。よし、17870。すいません、17870。あった、終わっちゃったけど17000。ナイス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 。8連ね。ナイス。あ、うまい。マジ10ラウンド引いたんだけど、なんか損した気分になるな。あ、終わっちゃった。10連十分。あ、すごい、振り返り、おめでとう、おめでとう。
1万、わあ、15,063 表記で33,000、はい、あと5,000、4,000、もう一回金行きたいな、金行ったらだ、ね、12,000、あと3,000、すごくない？あ、長い、待って、16となったけど、ヤマト行った、ヤマト行った、ちょっと待って、おしっこ漏れそうだったわかる、わかる、私も今出そうだった、わかった、マジミッション達成です。いや、諦めてたでしょ、いや、私たちもよ、フルあーシフト、まあまあ、そうなるよな、惜しい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いやまさかのね、えやっぱ冒頭にパワータイプだって話はしてたけどそうにしてもね、本当そのままだったね投資が101本使いました、はい、2人で、はい、震えたよね、震えたよねねえ、トーク回かなって思ってたんですけど、まあ、いろんな話してね、くれて、うん、1万7000発、はい、出したところで、まあ、私も当てて同じぐらい出しまして、2万発近かったよなんとですね、はい、リザルト画面の合計38,230ということで、ミッションクリア、まさかの、いやまさかの、しかも収支的にもう7000発ぐらいプラスになって終了でございます、はい、でも3万8000発出しててもプラスサダマ1万発にいかないのもすごいよねいやでも、ね、怖かった、いやほんとドラマティック、うん、ほぼほぼ最後の1時間ぐらいの尺だと思います、そうそうそうだね、そうだね最初、うん、ちょっと喋って、あ、もう最初は朝からヤマトよね、うん、今日そうね、そうだったね、うん、朝からヤマト、そうだ、ヤマト朝一ね、うん、座ってよかったね、うん、やっぱり、ね、作戦勝ちだよ ね、 ねやっぱライトミドルがいいんじゃないかみたいな作戦勝ちで、まあ、朝からヤマト行きまして、まあ、こんな感じになりましたと、はいいいかな、よかった、うん、ほんと怖かった、ね、ありがとう、こちらこそ、楽しかったし、ね、いろんな話もできて、うん、どこまで使えるかわかんないけど、うん、そうだね、ちょっと使える話もしてたけどそうそうそう、あのお願いしますね、うん、いい感じに、あの空気、あとあれだね、あのさ、金ヤマトをさ、うん、並び打ちでヤマトってとさ、金ヤマトがさ、2人並ぶっていう、そうね、絵面すごいね、 5% 引けたね、お互いだ、いや良かったです、これがヤマトです、はい、皆さんぜひ楽しんでみていただいて、で今回は私の T シャツを3名様と新しくグッズができました、うん、わあ、わーい、こちらトートバッグができました、かわいい、ということで、うん、こちらが9名様にプレゼントとなりますので、ぜひ概要欄チェックしていただいて応募いただければと思います。 Twitter でも何人かあのハンドタオル当たりましたとか、 T シャツ当たりましたっていうツイートをいただいております、ありがとうございます、ぜひぜひまた応募していただければと思います、最後までありがとうございました、ありがとうございました、いや本当怖かったけど、うん、素晴らしい回になったんじゃないですか、よかったよかった、安心よ、ちょっとやばいやばい、どうしようって誰かがいいと思ってたけどもう V 字回復よかった、ノリでよかったです、ありがとうございました、またぜひね、ぜひね共演させていただければと、お願いします、最後までご視聴ありがとうございました、また次回もご覧ください。